相模鉄道の起動車。相模鉄道の起動車は、現在の JR 東日本相模線を開業させた、相模鉄道、及び、同社人中線となった、現在の相鉄本線に相当する路線を開業し、後に同社に合併された、陣中鉄道、1919年までは、陣中軌道で使用された起動車の一覧である。なお、本校において、相模鉄道の表記は、 1943年の、相模鉄道、神中鉄道合併以前は、相模鉄道、または、相模、以降は、相鉄とする。1932年に導入された、日本車両製造東京支店製の半抗製二軸、ガソリンカー。前面は二枚窓の平妻。キハ一キハ二の二両が在籍した。相模。 人中合併を前にした1943年1月、日本系金属に譲渡され、カンバラ工場専用船の通勤輸送用客車となった。おごせ鉄道機ハ地系機動車は同型車。機ハ1型と同時に導入した日本車両製の反抗性ガソリンカーで、機ハ101機ハ102の2両が在籍した。機ハ1型とは、 全長が65センチメートル異なる他はほぼ同型であった。合併後の総鉄にも車席は引き継がれ、相模線の買収後は神中線に転じたが、1949年に廃車された後、101は鉄道に譲渡され、郵便、荷物合わせ作り車、ユニ1となっている。1935年に汽車会社で新造をされた日本初の電気式。 ディーゼルカー、日本初の電気式機動車は、ガソリンカーで、車体は、反抗性。大きな交代格を持つ三枚窓の前面が特徴で、木0千1期0千4の4両が在籍した。相鉄発足後の1943年12月に、木0千1期0千2がパンタグラフを取り付けた上で、モーターを利用して車化され、神中線へ転じても、0千1も0千2となり、 四季派三季派線四も、翌1944年の相模線買収時に、対象から外され、上中線に転じた後は1946年2月に、電車化され、も派線三も派線四取った。神中線の東京急行電鉄、東急への経営委託の都合などからで派遷50、型で、派遷51で派遷54となった後、1948年に、 日立電鉄に譲渡され、モハ13型も、モハ13もハ16となった。同社では、終電装置がトロリーポール化されたが、1955年のビューゲル化を経て1960年に、パンタグラフに戻っている。また、1965年には、車体が更新され、前面は、切り妻となり、モハ13もハ15の日パンタ側、あゆ駅より、 モハ14モハ16のバンタ川上北大田駅寄りが貫通化された。1971年以降はワンマン運転の対象車両となり日中時間帯の主力として使用されていたが2000系3000系の増備により1993年から1997年の間に廃車された。1938年に汽車会社歴破1系の同系付随車として 新造された反抗性車両で、左派線1 0 1の1両の未在籍、木波1000系2両に挟まれた3両編成で使用されていた。相模線買収により上中線に展示、1948年に電車化された後、1951年に左派2800系、佐波2801に改版した。1955年に車体が更新されて、 妻面が平妻となった後、1959年に、日立電鉄に譲渡された。同社では、翌1960年に、相鉄時代と同一の形式、番号で、使用開始したが、すでに譲渡されていた同系車も、波13型と編成を組むことはなく、模波線型などの中間車として、ラッシュ時に使用され、1985年にも波13型よりも先に廃車された。 相模鉄道の機動車の中でこの車両のみ、相模線買収時に書類上、国鉄席にされていた、買収機動車も参照。1936年に池田鉄道が動力合理化のために日本車両で新造した反抗性二軸ガソリンカー機配置軽機械にを、1938年の同社配線により、翌1939年に譲り受けしたもので、 キハ11の1両のみ在籍した。前面は三枚窓の丸妻で、車端部には荷台が付いていた。1943年1月にキハ1型と共に、日本系金属に譲渡されている。1929年に、鎌田車両で新造された木造の二軸ガソリンカーで、キハ1、キハ6の6両が在籍した。前面は丸妻の三枚窓で、 側面車端部に配した飛ぶ黒窓は、楕円形の、いわゆる、丸窓であった。1932年に簡易交代化改造、外反への後半貼り付け、いわゆる、偽スチール車を行ったが、キハ30系統場に伴い機に120型に改造されていた。キハ6以外は939年までに廃車された。廃車後、キハ3キハコは、出雲鉄道、 後の一畑電気鉄道率、被災線へ譲渡され、1941年に、同社機派 1K 機派4機派後となった。6は1936年に側面に、側窓2個分の幅の荷物扉を取り付け、荷物車、木 220K、木221に改造されたが、1948年に、廃車された。1930年5月に、日本車両で新造された。 木ハ 1>, 1系のゾービー車で木波10木波11の2両が在籍。前面は、丸妻2枚窓の反抗性2軸ガソリンカーである。1939年に客車化され、派10系、派10十11となった後、1949年に客車派24歩派200と共に、三義鉄道2乗とされ、派不10系、派不14派不15となった。 二両とも1959年のモハ1 2 0系、区ハ2 1 0系電車導入に伴い、ハ24の後ろ身である、ハフ16と合わせて、別府鉄道2乗とされ、ハフ1系、ハフ5、ハフ6となり、土山線で使用されたが、ハフ6は1968年に廃車された。残った、ハフ5は、ハフ16の後ろ身である、ハフ7ともども1984年の、 同線配線まで使用され、配線後は、張馬町郷土資料館で同社のディーゼルゼキ社一両と、共に保存されている。1931年6月に、自社工場で、客車路12、汽車製造制。1926年4月製造にガソリンエンジンを取り付け、機動車化したもので、キハ20の一両のみ在籍。ダブルルーフの屋根で、前面は霧妻、ま。 1937年に東武鉄道へ譲渡され、キハ4となり、当時非電化であった小泉線で使用された。電化の進捗などによって1950年3月に廃車。廃車された後は下今市駅で詰め所として使用されていた。1935年から1936年にかけて日本車両で新造した神中鉄道発のディーゼルカーで、 キハ30、キハ35の6両が在籍した。前面は2枚窓の反流線型で、在来に軸車より大きい12メートルの反抗性車体で、これも神中鉄道発となるボギー車である。キハ1系の登場や1942年の横浜にした二間殿下により、余剰となり、同年に6両全車を譲渡した。内訳とその後の動向は、下記の通り。 1937年、1938年、1940年に、日本車両で新造した、ディーゼルカーで、キハ50、キハ54の5両が在籍した。登場当初はキハ40系だったが、登場後に故障が多発したことから42の、死に番機比意味も込めて1939年にキハ、40、キハ43はキハ50系、キハ50、キハ53に改版されている。 1940年製のキハ54は、新生当初からキハ50系。全面は3枚窓の、琵琶湖型と、通称される重線型で、車体向キハ30型に比べ2メートル伸びた14メートルとなっている。キハ51はキハ33.34と共に、神戸有馬電気鉄道に、譲渡、1943年に、川崎車両で制御車に改造され、 区派1 5 1百1 5 1となった。1971年に廃車された。残った、木派50、木派52、木派54は、神中鉄道の総鉄合併後の1944年に、エンジンを撤去して客車化され、歩派50系、総鉄の東急経営委託時には、電車用の左派50系、総鉄新体制発足後の1949年に、 制御車に改造され、50.5453.52の順に肉派 1050K 区派1051区派1054となり、2年後の1951年に区派 1500K 区派1501から1504となった。なお、1 5 0 0には、前面が、半流線型、丸妻2枚窓に改造され、乗務員扉が付けられている。 1956年に4両とも廃車された。区派1501区派1502は、上田マディコ電鉄に乗とされ、区派2 5 0系区派252区派253に、区派1503区派1504は、豊橋鉄道に乗とされ、当初は、相鉄時代と同じ番号で使用されていたが、1968年の、海番で空 2400K。 区2401区2402となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。